はいどうもこんにちは、おもちゃんねるです。さあ今回はね、はいこちら見ていきましょう。カプセルプラレールです。はい、ちょっとたっぷりあるんでね、早速ちょっと袋からも出していきたいと思いますけども、まあ、今回コンプ買いですね、全部で16種になっております。ちょっと整えます。いやーもうかなりたくさんあるんでね。で今回のシリーズはなかなかいいですよ。今回も外れのマガレールがねありますが、ちょっとこちらからブックレットの方ねちょっと拝借させていただきましょう。ではでは参ります。はい、改めましてね、今回はねカプセルプラレール黒金の勇士編全16種となってます。ラインナップはねもう素敵ですね。 SL 体重こちらが2両で、その下がねデゴイチ498号機蒸気機関車ですね、こちらも2両ですね。でこちら山口号もあります。 C57 1号機 SL 山口号、そしてその下が B20 蒸気機関車。いいですね、今のところこれ全部ね全枚車です。でそのお隣、これも全枚車ですね。 C53-43 号機、これもやばいですね。で今ちょっとね見えてなかったんですが、上には山口号のこの後ろにねつなぐ客車や展望車があって、下はね C53 につなぐねテンダー車や客車があります。でストラクチャーは大転車台と田舎の駅機関庫と曲がれると、まあなかなかね濃いねもうラインナップになっております。黒金の勇士編、もうその名前の通りねもう SL ばっかりなんですけどもね。さあそれでは、ね、見ていきたいと思います。ではでは並びましょうね。いやかっこよさそう。まあ SL といえば SL 鬼滅の刃見に行きました。あの無限ってヘッドマーク書いてあるんですね、あれ見に行きたいな。ちょっと今度プラレールでも作ろうと思ってます。さあそれではね、ラインナップの順番にこう並べ終わりましたね。ではでは SL 体重からね見ていきましょう。まずは先頭の方ですね。はい、 SL 体重はヘッドマークはどうやらシールのようです。ではでは見ていきましょう。はい、まずね中はこんな感じですね。ヘッドマークのシールと車両です。ではヘッドマークね早速ね貼ってしまいましょう。ずれないようにね、はい、まっすぐ綺麗に決めたいところですこれはね。はい、オッケー。さあそれではね車両の方ですが、まずねフロント、はいこんな感じです。しっかりとね車体の番号はこれねプリントですかね、このように書いてあります。でヘッドマークは今ね貼った通りこれシールですね。でボディの形状は本当にね細かくねしっかりとねよくできておりまして、いやディフォルメされてるとはいえさすがですね。あ横にもちゃんとこのようにね、こちらもねプリントで書いてあります。ほんと細かいですね、見応えあります。で後ろはこうなってて、このはしごとかあと石炭ですね、ここもしっかりと造形入ってますね。で反対側のね側面ですがこうなっておりまして、こちら側にもしっかりプリントで書いてあります。で上から見るとこんな感じで、そこはこんな感じと。でもちろんこの車両ね全枚車になってます。で続いてが車掌車ですね。さあこちらはねどんな感じの出来でしょうか。はい、車掌車には直線レールが1本ついてますね。で特にまあシールとかないんですけども、まず、はい、前がこうなってて、で側面、はいこちらは非常にね形よくできております。窓は全てくり抜きですね。で後ろの部分はこんな感じになっておりまして、まあ、他のこう貨車とかもしっかりとこう引っ張れるように連結できるようになってますね。で反対側のね側面ですがこうなってて、屋根の部分はこんな感じです。でそこはねこのようになっております。でこれで SL 体重の2両揃ったんで連結してみると、はいこんな感じになります。はい、 SL 体重自体はカプセルプラレールで初めてですかね。いやなかなかねトップバッターを飾るにはいい車両になっております。黒金の勇士編いよいよスタートです。さあではね続いてねこちらの走行ね軽く見ていきましょう。さあそれではどんどん参りましょう。続いてはデゴイチですね。498号機蒸気機関車、まずは先頭。まあデゴイチはねもう本当よくねラインナップに入ってくるんですけども、でも結構久しぶりですよね。おお、あいいね、これあれですね、498号復活30周年記念イベントのあのヘッドマークですねこれね。いや今回また特別感のある仕様でこれ嬉しいですね。オリエント急行でしたっけ、牽引し始めて復活してから30周年ですよね。あーかっこいいな。しかもこれちゃんとプリントで入ってるの、シールじゃないんですよ、嬉しい。でそれ以外ねここのね番号とかもちゃんとプリントで入ってて、まあ形はもちろんねもうしっかりとできてます。側面はねこうなっておりまして、ここの金色のねここの塗装とかもちゃんと入ってますね。
で造形もほんとバッチリですね。いやかっこいいな。デゴイチはやっぱ日本を代表すると言ってもね過言ではない、もう蒸気機関車なんで、トーマスでいうとこうヒロとかもねデゴイチがベースなんで、いやーやっぱなんか僕の中ではもうキングオブ SL みたいなね勝手な思いあるんですけど、いや素晴らしかった。でもちろんねこちらの車両も転売車になってます。でデゴイチのテンダー車もあるんでこちら行きましょう。おーこれも30周年のやつやん。いいねこれ。ちょっと今回これ外せないですね。ちなみにこちらはね直線レールが1本ついてて、でテンダー車ね、はいくるっと見ておきましょう。なんといってもこの側面ほら、もうね30周年のアニバーサリーのちゃんとこれラッピングですよ。かっこいい。で反対側もしっかりとねできてますね。いいですね。で後ろですね、はい、ここもね赤の塗装と、あとね番号はプリントで書いてあります。で、あここもシルバー塗装ですね。で上の部分はこうなってて石炭の形もバッチリで、そこはねこのようになっております。いやいいですねこの特別感ね。やったこれ結構嬉しいです。でデゴイチもねちょっと連結してみると、はいこんな感じになりまして、いや素晴らしい。もうこれもねもう黒金の勇姿ですよ。たまらないですね。さあそれではねこちらもね軽くね走行の方見ていきましょう。さあでは続いて C57 1号機 SL 山口号です。山口号は4両編成になってますね。ではでは行きましょう。はい、まずはなんといってもね先頭ですが、あこれもいいね。 でこの車両に関してはヘッドマークと、あとこれが後ろの、場所で言うとねここですね、ここの部分がシールになってますね。っていうか車両できすぎでしょこれめっちゃかっこいいよこれ。貼らなくてもいいぐらい本当にすげえ。山口号当たりじゃないですか。じゃあとりあえずシール貼りましょうか。今回のこのシールって本当にちょっとかっこよすぎでしょ全部ねすごいな。ではではまずヘッドマークね、ここをね命を吹き込みます。でこれをちょっと貼るの難しいかもしれない。ここですね、ちょっとここね斜めにカットされてるんで、窓の高さと同じところにね貼ってあげればいいと思いますね。ここの高さが一緒です。はいこんな感じで反対側も一緒ですね。同様にねちょっと逆さにしますが、はいこんな感じで、はいこれで OK。さあさあそれでは見ていきますが、いやまあとにかくね塗装と造形がすんごいこの山口号ね。でヘッドマークに関してはこれあれですね、 SL 山口号がこれ復活した時にこう付けられている、あの現在も付けられているんですけども、このね鍋づるがね描かれているヘッドマークになってますね。まあおなじみですかね。であとは番号のところとかほんと細かい塗装しっかり入ってて、いやこの車両はもうさっきの2両もそうですけど、さらに上回るくらいもうすごい細かい。ほらもうラインのこの塗装とかすごいですよね。ではみ出たりしてないんで、かなりね繊細に塗られてる。造形も細かいな。でこのねロッドも赤色のパーツになっててインパクトありますよね。いやーほんとかっこいいこれも。で後ろね、まあここはちょっとシンプルにこうなっておりますが、反対側に回るとはいこちら側ももうバッチリですね。やばいこれは当たりですね。で上から見てみるとこうなってて本当によくできてますね。でそこの部分ははいこんな感じになっております。で山口号のね続いてがこれがテンダー車ですね。よいしょ。では見ていきましょう。まあこちらも安定感のあるねしっかりとした作りになってると思います。ちなみに付属のレールは直線レールが1本です。ではねくるっとちょっと見ていきますが、はいまずね前の連結部分はこんな感じですね。もう石炭がもりもりですね。今にもこぼれ落ちそう、すごいですね。で側面はこうなってて、まあシンプルですが白いラインはバッチリとねプリントで入ってます。でラインはしっかりとこう後ろまで回ってて、あと番号とかもちゃんと書いてますね。で各種こうレンズ関係も塗装はバッチリと。で反対側もしっかりと白いラインが書いてあります。で上から見るとこうなってて、本当に石炭がたっ
プリで、そこはこんな感じになっております。でつなげちゃいたいところですけども、まだ2両あるんで4両揃ってからにしましょう。続いて3つ目、こちらが、展望車ですね。展望車になります。あ、展望車もちゃんとなんかヘッドマークついてるんですね、これね。すごい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 。おっとっとっと、出てこない、よいしょ。はい、まずねシールですね。はい、こちらオロテ35となってます。であとはね客車等で、付属のレールは曲線レールが1本ですね。てかこの客車すごい出来いいんですけどね。とりあえずヘッドマークつけましょうか。この客車についてるの、これヘッドマークっていうのかな、僕正式な名前あんまり分かってないんですけど、ヘッドマークってこれ丸いの全部そう言っちゃってるんですが、間違ってたらごめんなさいね。よし、じゃあちょっと貼っておきましょう。多いですね、3号系の客車ですね。今現在これ引っ張ってるんでしたっけね。さあそれでちょっと見ていきたいと思いますが、まずね前の連結部分はシンプルにこんな感じですね。で側面ですけども、はい、こちらね窓のね形状ねしっかりできてます。でこことかね、あとここ、これねクリアパーツになってるんですよね。いいですよね、作り非常に細かい、丁寧だと思います。なんかちょっとコスト抑えそうだ気もするんですけど、抑えてこなかった、濃いね。でここもちゃんと後ろもねクリアパーツになってて、あとレンズは赤い塗装ですよね。すごいですね、ほんと造形も細かいしかっこいいですこれ。で反対側のね側面も、はい、こちらこうなっておりまして、いいね。いや僕ここの柵のとことかほんとちょっと感動すら覚えますね、素晴らしい。で屋根の部分ですが、はい、こちらはこのようになっております。いいですね。でまあそこはねシンプルにこのようになってますね。いやほんとかっこいいですね、展望車もやばいですねいい意味でやばいです、かっこよかった。でもう一つね、はい、こちら4つ目、これが客車ですね。ではではこれも出してまいりましょう。はい、こちらは特にシールとかないですね。付属のレールは曲線レールが1本です。で見ていきますが、前の連結部分はシンプルにこんな感じで側面、はい、こちら側はこのような感じですね。白いラインは塗装です。で窓も全てグレーの塗装になってますね。で、あ、ここはちょっと細かく黒いね塗装が入ってて、まあまあ手抜き感はもうないですよね。うん、素晴らしいですね。でこれ後ろ側、はい、こちら側はこのような感じですね。ドアの枠はここはシルバーの塗装で、あと白いラインに赤の塗装ですね、レンズの部分で。連結パーツもついておりまして、まあ後ろにねさらに伸ばすこともできます。で反対側のね側面ですが、まあこちらも先ほどの面と同様ね、しっかりと作り込みされてますね。まあシンプルながらかっこいいね。で屋根の部分ですが、はい、このようになっておりまして、そこの部分はとこんな感じです。いや客車ももうほんといいただちょっと他もインパクト大きかったんでね。ではでは4両ね出揃ったのでつないでしまいましょう。テンダー車に展望車に客車ですね。おー、もう素晴らしいの一言ね。いやとにかくねもう山口号やばいっすねこれも今回ぜひちょっと揃えておきたい編成ですね。いやいいじゃあちょっとね走行の方もね見ていきましょう。はい、ちょっとしんどそうでしたからね、しっかりと引っ張ってくれました。で続いて、はい、こちらが B20 蒸気機関車になります。さあさあこれもいいんじゃないですか。ではでは見ていきましょう。さあさあではではいきますが、まずフロント、はい、こんな感じです。まあこちらもねもうほんとしっかりとできてますよね、他には負けてません。ただ、ね、さっきの山口号がちょっとインパクトが強かったんであれなんですけども、こちらもねほんと細かい造形でしょ。で塗装もちゃんと入ってて、ここもちゃんとプリントで入ってますね。で白いラインとかも書いてます。ここの運転席のところはちょっとくり抜いていてほしかったかな、なんとなく個人的にですけどもね。構造上仕方ないのかもしれません。まあでも本当によくできてますね。で後ろの部分はこうなっておりで、まあ、ここもしっかりとプリント塗装ですね。で石炭の部分は、はい、細かいですがこんな感じになっております。で反対側の、ね、側面、はい、こちら側もバッチリですね。いいねいいね、これもかっこいいですね。で上から見てみるとこうなっておりまして、そこの部分はこんな感じと、
いやこの順でねちょっとこれ見たらね、まあ、インパクトが若干まあ少しちょっと欠けちゃうところもまあないこともないですないこともないんですけども、いやまあでもねこう B20 もしっかりとできてましたね。さあそれではねこの車両はね単体になるんですが走行の方もねちょっとね見ていきたいと思います。いや単体ながら素晴らしいね優勝を見せてくれました。さあそれではね続いてが C5343号機です。さあさあそれではねこちらも行ってみましょう。これもあれかなシールですね。山口号と同じくここのね運転台のこの前のところにねあるシールなんで、ではちょっと貼っていきましょう。これもちょっと貼るのは若干難しいかもしれません。これですねここのちょっと斜めの部分に貼っていきます。あまり目立たないんですけどねやっぱこういうのもしっかり貼っとかないとね。もう一枚もよいしょ貼れるかな。はいこれで OK。さあさあそれではね見ていきますが、はいこちらはねまあボディでいうと流線形になってくるんですが、いやいいですねこの形、滑らかなボディラインしっかりとできております。でこちらもねもう各場所ねちゃんとこう塗装がね入ってて、もうほんと言うことないですよね。素晴らしいディフォルメだと思います。これはいいね。カプセルプラレールはあれですよね、この機関車が一番頑張ってるんじゃないかなって思うぐらい本当にしっかりと作り込まれてる、もうバッチリだと思います。細かいねこのなんていうかなこのネジじゃないけどこのラインとかもね本当にちゃんとできてて素晴らしいですね。で後ろですね、まあ、こちらはシンプルにね、はい、こんな感じになっております。で反対側のね側面、まあ、こちら側のね造形塗装関係もバッチリですね。いいねいいねいいね。この艶消しのブラック渋いね。で上の部分ですが、はいこちら側はこうなっておりまして、こういった細かいところのね塗装も入ってて、でそこの部分はこんな感じです。でもちろんこちらもねゼンマイになっています。で続いて、はいこちらにねつなぐテンダー車です。いきましょう。テンダー車はどんな出来でしょうか。お渋く決まってますね。でレールの方は曲線レールが1本です。さあでは見ていきますが、まず前の連結部分シンプルにこんな感じですね。ちょっと今これ僕ねこすっちゃったんですけども、ちょっとなんか赤い塗装がねここ乗ってるんですけど、これはこれで合ってんのかな。ちょっとこういった細かいところはあんま分かってないんですけど、多分これはないと思う。で側面ですが、はいこちらシンプルながら、いやもうなかなかですよこのインパクトというかね、なかなかこの大きさでねこの迫力は出せないですね。これ実際手に取ってもらったら分かると思うんですけど、かなりしっかりしてる重厚感があります。素晴らしいです。で後ろの部分ですが、はいこうなっておりまして、でまあこちらはプリント塗装しっかりと書いてあります。で反対側のね側面もこんな感じで重厚感がバッチリ渋い。で屋根の部分ですがこうなっております。いやとにかくもうどこから見ても渋いね。うん。でそこはねはいこんな感じです。で続いて、はいこちらね客車ですね。3つ目客車になります。さあさあそれで見ていきましょう。はい客車には曲線レールが1本ついてますね。さあでは見ていきましょう。まず、はい、前の連結部分はシンプルにこうなってて、側面はこんな感じです。客車のちょっと名前すっごいド忘れしちゃったんですけど、これは何だったんでしょうか。視聴者様に頼ります。ちょっと教えてください。これ何だったかな。で後ろのね連結部分シンプルにこうなってて、反対側の側面、はいこちら側ねこんな感じです。で屋根の部分ははいこのようになっておりまして、そこはこんな感じと、まあ、デッキは安定感のあるデッキですね。これまあこれまでに何度かこの客車に関しては出てきたことがあったような記憶あるんですけど、ド忘れしました。ごめんなさい。さあそれではね C5343号機も連結してみると、はいこのようになります。いいね渋いですね。迫力満点です。かっこいいね。ではね軽くねこちらもね走行の方を見ていきましょう。
さあ、それではね、かっこいい車両たち見終わったんで、続いて今回のストラクチャー4種になります。ではでは、左から順に行きますか。まずね、こちらがまあ蒸気機関車といえばもう転車台ですよ、これですよ。で、今回はこれは大転車台ですね、大きいタイプです。まあ、かなりね、パーツもしっかりと入ってて、まずこれがね、停止と書かれたシールですね。で、それ以外も茶色のね、これね、縁のね、パーツと、あとこれ中央部のこの円形のパーツですね。で、あとこれが中央のフレームかな。で、それ以外に、この辺りがレールのパーツになりますね。さあ、それでね、組み立てていきましょう。まずこの停止と書かれたシールです。これをですね、4枚とも、ここのね、可動部に、ね、こう貼っていきますね。これを表裏に貼ります。あ、ちなみに言い忘れておりましたが、今回のこの大転車台は一応カラーラインナップ、色違いのラインナップでもう一周あるみたいで、これ切れ目入ってないこのね、グレーのパーツと茶色のパーツが逆のパターンですね。そちらも存在するみたいですね。はい、とりあえずね、4枚ね、こんな感じで貼ってあげます。で、組み立てですが、まずこのレール系のパーツ3つを1つにこんな感じにして、で、ここの両サイドにこのフレーム鉄骨のパーツを、よいしょ、ここにおっと抜けちゃいました。グッと差し込んであげましょう。ちょっと固めかな。よし、 OK。 はい、こちら側もよいしょ、ちょっとサイズ感が鉄骨の方が太い。よし、はい、こんな感じで差し込みます。で、上の部分をこれでね、繋いであげましょうね。ここですね、ここをこんな感じで繋ぐと。で、この円形のパーツにこれつけていくんですが、一応ここにね、あの番号書いてるんですよ。これなら1で、こっちなら、2と書いてるんですが、まああんまり番号をね、気にする必要ないです。ですね、もうここにね、こんな感じでね、とにかくあの繋いでいくだけですね。こうして、全部ね、形一緒なんで、よいしょ、こうしてね、全部で6個かな、6個あるんで、このように組み付けていきます。で、最後だけちょっとね、あの下潜り込ませなきゃいけないんで、よいしょ、ここ止めて、で、うまいこと、よいしょ、こうして、これで土台の部分ができました。で、あとはもうこれ、ここに閉じつけるだけですね。ちょっと中心を間違えないようにね。はい、バチッと、はい、これで完成。素晴らしいね、もうビューティフルなね、もう大転車台が出来上がりました。素晴らしいです。ちなみにあの長さ的にはですね、まあ2両編成ですね、2両編成の車両がちょうど収まる感じになっております。なので今回は4両とか3両あるんで、まあ、それはちょっと大転車台にはね、もう通過するぐらいしか向かないんですけども、まあこんな感じでね、転車遊びができるといいね。ちょっと車庫とかもいっぱい作りたくなりますよ、これね。おっとっと、はい、こんな感じです。もうディスプレイするだけでもこれでも十分ですね。まあ、ということで、まず一つ目のストラクチャーはね、転車台でした。まあ、ということで、一つ目はね、大転車台でした。では続きまして、これが機関庫ですね。機関庫は鉄鋼を、まあこれまでにも登場はしてきたんですけども、まずレール直線が1本入ってて、あと壁関係のパーツですね、茶色い、薄い茶色のやつが、こちらが4つに、これが1つで、これ屋根の部分につけるパーツ、これが1個で、ちょっと焦げ茶色の屋根パーツが2つついてますね。さあ、ではちょっと説明書通りに組み立てていきましょうか。まずね、これね、内側に3と4と書かれてるパーツね、これを合わします。はい、こうしますね。で、続いてこっち、これが5と6ですね、これを合わすと、よいしょ、パチッと。で、この2つをこのね、パーツでつないであげます。はい、ここに差し込むだけですね。よいしょ、こんな感じで差し込んでつなぐと。で、あとは屋根のパーツです。これも先にちょっと合わせておきましょうね。はい、こう合わしまして、で、こっち低い方ですね。はい、こんな感じで上につけてあげると。よいしょ、当たるかな。ちょっと変に力入れるとね、ガチャーンって崩れるんで、一応慎重に。よいしょ、うまくはまらない機関庫でこんだけ苦戦したことないんですけどね。よし、激闘の末できました。で、これをですね、ここに取り付けてあげましょう。こうつくかな。今回クリアランスがシビアですね。よし、はい、これで機関庫完成ですね。全体見渡してみるとこんな感じになっております。で、この中にレールをですね、付属のレールはまあ1本なんですけど、ちょっと直線レール2本でつないで、
で、こんな感じで内部をね通過させることができます。まあいくつもね今回のねガチャガチャ入れたら、さっきのこう転車台にねこう繋いであげて、こう周りをねこう囲ってあげるとね、こう素敵に、ね、なるかもしれませんね。ただ結構ちょっと大きさがね大きいんでね、そんなにいっぱいは並べれないかな。まあ3つ4つぐらいが多分限界だと思うんですけど、まあ当たった方はぜひね並べてみてください。ということで、ストラクチャー2つ目機関庫でした。じゃあではでは次行きましょうか。続いてはこちらが田舎の駅ですね。まあおなじみです。まあ多分特に目新しいものとかはないと思うんですけど、ではちょっとね見ていきますが、まあパーツ構成もいつもと同じですね。ホームのパーツね、でもちょっと組み立てながらいきますか。ホームのパーツ、はい、これね2つ合わすとこうなって、でこれが駅舎でしょ。で、あ、出てきた。でこれが駅名貼るホームに、柵のパーツに木ですね。で、はい、こちらがシールです。駅名はもちろんこう田舎の駅で、あと時計ですね。でちょっと貼っちゃいましょう。まあ本当おなじみですね。もうで駅名はねこっちのへこんでる部分にこう貼ってあげてください。貼ってあげてここに取り付けると。で後ろにね、柵もつけておきましょう。もう柵をこの後ろにつけてと。で木ももう立てちゃいます組み立て方すごい適当ですけど。で時計、時計のシールを駅舎のこの上のところにですね、これちょっと歪むとかっこ悪いんでしっかりとまっすぐ貼って、でここに立ててあげると。はい、これでもう毎度おなじみ田舎の駅完成しました。もうシンプルイズベストですね。はい、素晴らしいね駅です。何にでも使えるこれはテラソー、はい、キングオブストラクチャーね、もう曲がれるでございます。おとととと、さあもうこれはもうね田舎の駅以上に説明はもう不問だと思いますけどね。とりあえず行きますか。はい、今回は青色のみかな、ブルーのねレールパーツのみですけども、はい、数多く入ってるんですが、まずこちらね、レールのですね凹凸パーツが一つずつあるんで、これはね前後ね最初と最後にね組み付けてください。でも組み立て方もまあ一応行きますけども、もうこれねもう好きなようにこうパチパチとつなげていくだけです。まあ全部つなげなくてももうお好みの長さでつなげてあげると全然ねもうそれはそれで使えるんでありだと思います。ただフルにグニュンとこうねもう曲げるんであれば全部ねつないでグリグリとねやってあげるといいのかもしれませんね。この曲がレールに関してはね、まあ今でこそねもう僕ねかなり飽きちゃったっていうとね失礼なんですけども、もういいかなって思うんですけど、最初に出会った時はちょっと結構感動しましたね僕ね。曲がレール最初嬉しかった。カププラに登場した時は一番最初は普通のプラレールでね曲がレールは思ってたんですけどね、カププラもあ来たんだ曲がレールと思ってね最初は嬉しかったですが、もうたくさんまあでもいいですけどね、 いっぱいあればねあるほどね。で、はい、曲がレールねこんな感じで完成で、くねくねとねもう好きなレイアウトにね組み込むことができます。はい、ということで今回は新作のカプセルプラレールですね、黒金の勇士編全16周、こちら一気に、ね、見ていきましょうか。さあ皆様にいかがだったでしょうか。いや、まあ今回はもう SL ファンの方にとってはとてもね素晴らしいラインナップになってるんじゃないですかね。まあ本当ねもう繊細に作られてて、でねもう客車とかも本当にね出来良かったりするし、もう今回だけしか登場しないかもしれないねもうヘッドマークの仕様だったりとか、まあカプセルプラレールですけどもう侮れないね本当素晴らしいね作りになっておりました。いや、まあなかなかね本当ねもう渋いですがね、ぜひねもうこれ見てね気になった方はね、最近出始めたばかりなんで街中でね見つけたらぜひ一度ね回してみてください。多分いっぱい回してしまいそうですこれはね。もしもういっぱい回しちゃいそうな人はもうネットショッピングでね僕みたいにねちょっとコンプセットをね買った方がね早いかもしれませんね。まあとにかくね皆さんのね手にね素敵なね車両を行き渡るようにね心からね願っております。今回もねおすすめのねカプセルプラレールでした。まあということで今回ねこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねよろしくお願いします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。